待って、警察来たんだけど。いきなり不穏な雰囲気。飛び込み自殺でもあったんでしょうか。今来ているのは千歳楼、名古屋の外れにある廃墟です。90年代前半には、桜や紅葉、川のせせらぎが楽しめる、名古屋の奥座敷として栄えていましたが、徐々に来客は減少をしていき、2003年に倒産してしまいました。映像では川沿いを北上しています。街灯もなく真っ暗ですね。これは出そう。さて、最盛期には年商10億円を記録していましたが、倒産後は債権者がガラスを叩き割って館内に侵入し、貸した金を回収しようと内部を荒らします。ここで映像は千歳楼付近に着くのですが、何やら様子がおかしい。止めようと思っていた駐車スペースに消防車がいたため、一旦通過します。この交差点を左折して橋を渡ればすぐなのですが、困りましたね。さてさて、管理人や抵当権の都合から解体も困難となり、荒廃が進んだ千歳楼は、やがて心霊スポットとして、インターネット上で有名になっていきました。映像では、U ターンできる場所を求めて北上を続けていますが、非常駐車帯すらもないですね。車だから良いですが、徒歩なら怖いことこの上ないでしょう。そして定番の心霊スポットとなった後は、肝試しと称して不法侵入が多発したり、火事が起こったり、白骨化死体が発見されたり、やがて入り口にバリケードが設置され、パトロールも強化されて今に至ります。なんとか U ターンしてきたら、消防車がいなくなっていました。騒ぐでもなく不法侵入するでもなく、ちょっと寄るだけですから、本当はこうやって紹介するだけでも悪事なんですがね。私のチャンネルの視聴者様は、悪口を書きに来る人以外はまともなので、車から降りようとしたら、別の消防車が出てきました。そして直後にパトカーが巡回してきて、冒頭へと至ります。職質されるかと思ったら、秒で戻っていってしまいました。せっかくなので、行けるところまで行ってみることに、暗いですがちらっと映りましたね。つぶきたで輝いてるのは浄光寺駅です。真っ暗闇の川に架かる橋の上、信号機の赤い光が何とも言えぬ不気味さを放ちます。奥の方ではパトライトの点滅。近くまでは行けそうもないですね。生ぬるい風と、騒がしいほどの川のせせらぎ。昼間の写真と比べても、やはり真っ暗です。もっと進めるかと思いましたが、これ以上近づくのはさすがにマナー違反だと思ったので、ここで引き返します。風音に足音を隠して顔出し、取材中止もやむなし、長い無用と立ち去らんとき、別のパトカーも来ました。こっちは動画のネタ集めできたのです。目的は不法侵入でも、迷惑行為でもないです。ちょっと立ち寄っただけの人、でいられる間におさらばします。ちなみにこの川沿い、変わったところで、わずかな平地に何軒かラブホが立っています。帰り道でも別のパトカーに遭遇。こうやって騒ぎ立てること自体が、ただの廃墟を心霊スポットにしていたわけだ。というわけで動画は終わります。AI 対策も大変です。審査に通ったら、交通事故の動画も出しますね。それではご視聴、ありがとうございました。